ベロオリゾンテのシーミグ本社ミナスジェライス電力は、ブラジルミナスジェライス州の州都であるベロオリゾンテに本社を置く電力会社である。ブラジル最大の電力会社であり、ブラジル国民の12%に電力を供給している。現在では、シーミグは、ブラジル15の州都チリに電力を供給している。64の発電所を保有しており、その大部分が水力発電である。 発電容量は6000メガワットである。加えて火力発電、風力発電も行っている。シーミグは子会社を通じてケーブルテレビ、インターネット、通信事業を展開しており、シーミグが保有する電線網を利用している。シーミグの送電網は40万キロメートルに及び、南アメリカでは最大である。この巨大な送電網によって、 ミナスジェライス州774の地方自治体、約1800万人に対しての電力が供給可能となっている。加えて子会社のガスミグはミナスジェライス州の天然ガスの供給を行っている。資本関係は過半数をミナスジェライス州が保有しており、サンパウロ証券取引所のみならず、ニューヨーク証券取引所とマドリード証券取引所にも上場している。 ありがとうございます。